トモエムギリバカナノノコ。今年5月、新潟市の古町地区を盛り上げようと専門学校が中心となって開催したアイドルユニットオーディションで選ばれた5人。ダンスは何もやってませんでした。ダンス歴は全くありません。時間がないんだよね。あと1ヶ月ちょっとしかないので、そこで人前に出れるくらいのレベルまで達しなきゃいけないので、相当の努力が必要だと思います。デビューまでは初めての練習からわずか1ヶ月半。頑張れ。ステップやターンなど基礎を一から叩き込まれます。はい、パス。そう、それいいんだけどさ、こんなのって回ってるからさ、もっと上に行け、もっと上。どうですか？難しいです。難しいです。ターンとかちょっと心配ですかね。ダンスに悪戦苦闘する彼女たちに頼もしい味方も。 AKB48 やカラの振り付けを担当する先生がダンスレッスンに駆けつけてくれたのです。自分からオーラがどんどん出ていく。笑顔もいきましょうか。せーの、ゴー。練習中、自信のなさが前面に出てしまう5人。可愛いなって本当に第一印象思ったんですよ。その笑顔がやっぱり消えてしまうことが、ね、曲の途中で、あ、どうしよう、こんな気持ちって絶対お顔に出ちゃうから、まだまだ自分ができてないことがたくさんありすぎて、でもできるように一個ずつちゃんとやっていって、これから頑張ることを見つかったので、たくさん練習して本番に向けて頑張っていきたいです。笑顔でステージに立つために懸命に練習を続けてきた5人。そして迎えたライブ当日。大丈夫ですか？はい、いっぱい練習したんで精一杯頑張ります。しかし本番のステージに立つのは初めて。いつもと違う雰囲気に5人には戸惑いの表情が。全然ダメ。こんなじゃお客さんに見せられません。みんなだったらもっともっとできるはずだよ。ちょっと残念だから。専門学校の生徒に普段はしないメイクをしてもらい、本番へ準備が進んでいきます。この日デビューを見届けようと200人を超える人が集まりました。ここまですごく期間が短かったので心配な点はたくさんあるんですけれども、やっぱ最後は笑顔で、トモエムギリバカナノノコ頑張るぞ。あそして迎えたライブ。この日まで秘密にされていたユニット名が発表されました。私たちのユニット名は、リューティストです。ライブの前の不安が嘘のように笑顔でステージに立つ5人。観客にも笑顔の輪が広がります。新潟を、古町を盛り上げてほしいという思いが込められたユニット名。私たちは古町で行われたオーディションに合格をして、古町でレッスンをして、古町でライブをしました。そんな古町は私たちにとって大切な町です。
目指すは新潟を代表するアイドルです。みんなで盛り上げていければいいなと思ってます。新潟の名前が結構知られるようになれたらいいなって思います。新潟、そして古町活性化のためスタートを切ったリューティスト、彼女たちの挑戦は始まったばかりです。
ティストライブ02にご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。私たちのテーマ曲ビューティストで始まった2回目のライブですが、今日も最後までよろしくお願いします。もう夏休みだけど、みんな何かする？花火？花火みんな花火行きたいよね。うん、長岡の花火あるよね。そう、岡奈ちゃん長岡だもんね。はい、行きたいよね。長岡花火行こうと思ってる人いますか？あ、いますね。遠いよね。行きたいんだけどね、すごいもんね、花火。では、次の曲をともえちゃん、紹介お願いします。自己紹介は？そうです、自己紹介、ごめん、自己紹介ね。じゃあ、自己紹介をさせていただきます。まずは、ともえちゃんからお願いします。はい、皆さんこんにちは。中学1年生、12歳の宇野ともえです。野菜が大好きです。特技はピアノと手芸です。チャームポイントはこの大きな目です。よろしくお願いします。次はみーちゃんです。はい、皆さんこんにちは。最年少小学5年生10歳のイカラシムーです。好きな食べ物はアメリカンチェリーで、嫌いな食べ物は梅干しです。私のチャームポイントはこの長いサラサラの髪です。よろしくお願いします。次は若菜ちゃんです。はい、小学6年生12歳の大石若菜です。と踊っている時と美味しいものを食べている時が私の幸せの一つです。よろしくお願いします。次は木村ゆりちゃんです。はい、皆さんこんにちは。15歳の高校1年生木村ゆりです。好きな食べ物はバニラアイスです。毎日のようにたくさん食べてます。私のチャームポイントはこのたこ焼きほっぺです。私のことはよかったゆりりって呼んでください。よろしくお願いします。次はののこちゃんです。はい、高校1年生15歳の佐藤ののこです。リーダーを務めさせていただきます。好きな漫画はワンピースです。特徴というかチャームポイントは背が高いところです。リーティストで一人だけ飛び出ています。よろしくお願いします。では今度こそともえちゃん、曲の紹介お願いします。はい、次の曲はチェンジザフルマチです。フルマチから生まれた私たちデューティストは、これからもフルマチでレッスンをして、この場所で毎週日曜日にライブを行います。そんな私たちの思いがこもった歌がチェンジザフルマチです。聴いてください。
の前だ。宇宙で一番の浮気な男の子、好きにすればいいわ、バイバイしたから。昔回ってみても心細いな、心細いな、愛は見つからず心細いな、心細いな、キョロキョロ、愛は愛はどこへやら。あなたの瞳、まるでレザーね、いつでも右に左に綺麗な人を探してる。すぐに振られるくせに少しも右もせず、虹鉄のプレゼントまたまたもらってる。探し回ってみても心細いな、心細いな、愛は見つからず心細いな、心細いな、気が縮まりそう心細いな、心細いな、いつもふわふわキョロキョロ、愛は愛はどこやら。甘えた声で私にモーション、かけてる最中でもすぐに目移りバイバイ。宇宙で一番の浮気な男の子、好きにすればいいわ、バイバイしちゃうから。回ってみても心細いな、心細いな、愛は見つからず心細いな、心細いな、気が縮まりそう心細いな、心細いな、いつもフラフラキョロキョロ、愛は愛はどこへやら。いつもフラフラキョロキョロ、愛は愛はどこへやら。心細いなを聴いていただきました。心細いなのサビの部分は少し変わったリズムで最初は歌いにくかったんですが、こういうのを変拍子というそうです。そういえば最近みんなハマってる食べ物ある？梅ジュース、うん、美味しいよね。美味しいよ。でもアセロラも好き。アセロラ、アセロラ、アセロラ知ってるってか。むーちゃんアセロラ知らないよね。知らないです。あのね、アセロラ体操わかるでしょ。何それ。アセロラ体操だよ。アセロラ体操。いや、 CM わかんない。今度教えてあげる。じゃあ次行きましょう。はい、次の曲は2曲続けて聴いていただきます。まず、ののこちゃんとともえちゃんが二人で歌うのは夢だけ見てるという歌です。川越美桜さんという方の曲で、売れなかったけど名曲と言われているそうです。続いて、ゆりちゃんとさかなちゃんと私の3人で歌うのはだって Fall in Love 突然という歌です。では、ののこちゃんとともえちゃんお願いします。はい、
突然を聞いていただきました。だってフォーリーラブ突然は総理大臣じゃなくて今国会議員の三原純子さんという方の曲です。私こういう言葉知ってるんですけど、顔はやめなよボディにしな、ボディってやつわかる？知らない。わかる人いますよね。イエイゆいおばさんなんじゃない？え違うよ。あとこの曲はザ・クレイジーライダー横浜銀馬へ
ローリングスペシャルという騎士団っぽいルッツのバンドの人が書いたロックンロールという音楽だそうです。騎士団、騎士団、騎士団、これ夢だけ見てるという曲知ってる人？お、ちょっと見じゃあ、だってフォーリンラブ突然っていう曲知ってる人？うん、結構いますね。ノノも知ってる？ノノだっておばさんじゃん。おばさんじゃない。同じってことでね。同じだもんね、年ね。うん。ではここで私たちのプロデューサー、プロデューサーから皆さんにメッセージがあります。あれ、先週はユニット名発表だったのですが、今日は何でしょうか。誰に読んでもらおうかな。はい、読みたいです読みたいです。ゆり、やったご来場の皆様、本日はビューティストライブ02にお越しいただきありがとうございました。また先週のファーストライブも多数のお客様にご来場ご声援をいただきながら無事にライブをやることができました。合わせてお礼申し上げます。本日はここで皆様へのインフォメーションがございます。ビューティストライブは今後も毎週日曜日の午後2時からこの会場で行っていますが、来週以降も8月28日の公演まで無料公演とさせていただきます。イエーイオリジナル曲、カバー曲を含め毎回新曲を取り入れながら楽しいライブにしていきますので、夏休みの日曜日は古町七番町のこの会場にてお待ちしております。これからもリューティストは私たちのふるさとの新潟で皆さんに歌とダンスと笑顔と元気を届けします。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。リュートアーティストファームスタッフ一同です。はい、じゃあ次行きますか。はい、行、はい、きましょう。はい、次の曲は次の曲で最後の曲となりました。ありがとうございます。次の曲も私たちのオリジナル曲です。と今の季節に一番ぴったりな、多分秋になると歌えなくなってしまうので、今のうちに皆さん覚えて一緒に歌いましょう。それでは聴いてください。夏の魔法。夏の魔法、君に振りかけよう。可愛く見えるでしょ、いつもよりもひわりまし。
ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。バイバイ。バイバイ。またね。もう1時間経つ？まだ？でも、でも早いね。まだ10分しか経ってないような気がする。楽しいもんね。あっという間。それではここで皆さんとゲーム大会をしたいと思います。イエーイ。ゲームの説明をむーちゃんお願いします。はい、今日のゲームは前回と同じ JKP という名のじゃんけんぽん大会です。イエーイ。ルールを説明します。まず皆さんに手を挙げていただき、私たちとじゃんけんをしてもらいます。私たちに勝った方はそのまま手を挙げていてください。何度かじゃんけんをして最後まで残った方に私たちからプレゼントがあります。プレゼントは何ですか？はい、今私たちが着ている T シャツにサインをさせていただいたものをプレゼントします。はい、それでは JKP に行きたいと思います。皆さん右手を上げてください。それでは行きますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあグーの人、そのまま手を上げていてください。次行きます。最初はグー、じゃんけんぽい。パーの人はそのまま手を上げていてください。パーの人何人ですか？2、3、2名。じゃあパーの方前に来てください。じゃあその2人、あ、その2人でじゃんけんをしてください。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。おめでとうございます。おめでとうございます。今優勝された方はライブ終了後にロビーにある受付まで来てください。それではアンコールの曲に行きたいと思います。私たちから皆さんへ感謝の気持ちを込めたラリリエルという歌です。皆さんも覚えて一緒に歌ってください。ありがとうね、今日初
ご来場の皆さんに向けてのメッセージを一人ずつ言っていきたいと思います。まずはトモエちゃん。はい、皆さん今日は本当に来てくれてありがとうございました。すごく楽しかったです。来週もぜひ来てください。次はムーちゃんです。はい、皆さん今日はビューティストライブ02にご来場いただきありがとうございました。皆さんと一緒に楽しめたのですごく良かったです。そして皆さんも盛り上げてくれたのでとても楽しかったです。来週もまたここでライブをやるのでぜひ見に来てください。次は大石若菜ちゃんです。はい、今日はビューティストのライブに来てくださってありがとうございました。今日もすごく楽しかったし、みんなで盛り上がることができて良かったです。とまたこれからもたくさんいろんなことに挑戦していきたいと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次はゆりちゃんです。はい、今日はビューティストライブ02に来てくれて本当にありがとうございました。皆さんと一緒に楽しめて本当に嬉しかったです。また来週も一緒に会えるといいなって思ってます。よろしくお願いします。次はののこちゃんです。はい、今日は本当にありがとうございました。皆さんが手拍子してくださったりして本当に楽しい時間でした。これからももっともっと成長していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ビューティストは来週も日曜日この劇場この場所でライブを2時からライブを行います。ぜひ来てください。待ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に皆さんと一緒に声を合わせて言いたい言葉があります。それは秘密言葉のラリリレルとさよなら言葉のバーハハイです。私がせーのと言ったら一緒にラリリレルバーハハイと言ってください。まずは私たちが見本を見せます。じゃあみんな行くよ。いい？せーの、ラリリレルバーハハイ。皆さんいいですか？いきますよ。今日はありがとうございました。また来週お会いしましょう。ではゆりお願いします。はいはい、皆さんいきますよ。せーの、ラリリレルバーハイ。